ゆう。は全てをリング上ね、はい、ぶつけるから小林さんのそのデビューした時からチャンピオンになるまでのご苦労ってなんか小林コールが聞こえる、曲が変わる時にガッといける、もうリングしか見えない。じゃあ小形に連れてしかないんですか。はいはい、いつでも、はい、お願いします。じゃあ頑張って。はい、わかりました、頑張ります。チャレンジスタート。はい、わかりました、はいまあ、うん、既存のね、やってますよ。あのすごいなんかがっちりしてらっしゃって、なんか本当にずっとやられる。あの昔ラグビーやったんですよ。あ、そうですか。10人5000回できるらしい。さっき小林さんの俺は5000回できるって言ってたんで、うん、彼はまだ先生ご紹介してなかったんですけど、ジャイアント馬場さんの奥さんの親戚の。あ、そうですね、こんな形です。すいません、先生、はい、すいません、ちょっとなんか目線が上に行ったり下に行ったりな、こちらもあ、そうですね、します本当に大変お世話になりました。いや、本当にありがとうございます、お越しいただいて。98年になってからだと思うんですけど、まあ、小林さんももう長年こう、まあ、試合も続けてきて、いろんな賞も取り、チャンピオンにもなって、またなんかリフレッシュというか新しい小橋健太を突き止めていくっていう時代に入ってきたんだと思います。うんうん、それでまあ長年、まあ、選曲で使ってたスナイパーっていう曲もあったんですけど、僕がいろいろあって鈴木先生とのこうホットラインがですね、うんうん、どんどん強くなってきては、ぜひ鈴木先生にも全日本の曲を書いていただけたら、こんな素晴らしいことはないんじゃないかと思い立ってですね、これもゲリラ的だったんですよね、うん、僕と小林さんと。別に会社に言ったわけでもなく、うん、もうテーマ曲っていうのはどちらかっていうと、もう日本テレビさんの管理じゃないですけども、日本テレビさんの番組の BGM っていうイメージだったので、まあ、その頃私は新日本プロレスの、はい、まあ、テーマ曲を、まあ、作っていたんですけどもね、はい、当時は全日本さん新日本さんが、まあ、もうやっぱり大きい団体というところでまあ、私なりにその日本のプロレスの、まあ、チャンピオン像みたいなのがあって、はい、チャンピオン像というかこういう格の選手がいて、こういう選手がこう、まあ、強い、そしてテーマ曲もこんなだなんていう私の自身の曲が持ってたんですね、はい、でこれまあ、誰になるかっていうのは、まあ、分からなかったですけれども、まあ、どっかでこれを使えたらなっていうところで、でまあ、こんなお話、まあ、タイミングをいただいて、もう日本のチャンピオンもう代表する方だっていうところだったので、はい、まあ、これ聞いてみてくださいっていうところで、まず聞いていただいた。後にキングロードって曲なんですかね、はい、はい、その曲をまずいただいたんですけど、うん、いい曲なんですけど、ちょっとまあ小林さんの時もうちょっと若々しくいきたいイメージだったんですか。その時に、はい、鈴木先生にリクエストしたことは、はいはい、喜怒哀楽、リング上はやっぱり選手が全てをぶつける、こうリング上はね、はい、ぶつけるから、はい、その喜怒哀楽をこう出したいと、はい、曲に出してほしいと、はい、いうことをリクエストしたら、鈴木先生は俺の試合をもうずっと入場から終わるまで何回もこう何試合も見てくれた。いや今ね、今考えるとですね、当時 YouTube とか、うん、例えばそういう動画を見るっていうか映像を見るっていうチャンスってあんまりないんですよ、うん、それを先生はいろんなとこからこう仕入れてね、うん、小林健太にこう、うん、研究するためにいろいろ見てもらったっていうのはすごくいい話ですよね、うん、いやもうすごい、うん、すごいことだと思う、うん、まあ一番最初に私覚えてるのが、はい、まあ、その喜怒哀楽っていうのを出すっていうところは、はい、まず私の作ってるものが新日本の匂いがするって言われたんですね、はい、それで私も全日本さんの会場だとか新日本さんの会場だとか、はい、ファンの方たちだとか全く違うっていうのはもう分かってはいたんですけれども、はい、まあ、正直自分が携わってみてそこまで違うかっていうのはその時感じたんですね。それで、うん、
そういう色を脱却して、新しい、まあ、フレッシュな感じで喜怒哀楽を、でどこからまず調べるというかね、知ることが大事だというところで、雑誌はね全部ほとんど私買ってあるので、もうストックいくらでもあるので、うん、小林さんデビューした時からも、はい、もうそれは見て分かるんですけども、実際にやっぱり会場行ったりだとかご本人と話したりだとか、うん、映像をとにかく見たい、はい、で私は当時プロレスの音楽っていうのはテレビのカメラで撮影をして、はい、アナウンサーの方が話をして、場内の歓声の声をマイクで拾って、それでテーマ曲の、ライン音楽を混ぜてっていう作業ってすごく煮詰めてた時期だったので、はい、そういう映像とかそういったものっていうのはないだろうかっていうところで、はい、今苦労されたっていうような今流れになってますけど、実は私出身が沼津なんですけれども、はい、これ偶然なんですけども、沼津テレビというのが今はちょっと変わってしまったんですけど、当時沼津テレビっていうのが日本テレビさんと契約をしてて、それでその沼津テレビっていうのはもともと作ったのは私の父がお世話になった人が作ったところで、全然接点っていうか全く全然なかったんだけども、なんかそこでそうだったんだなんていうところで、そしたらその沼津テレビっていうのは日本テレビのプロレスの中継ってほぼ全部欠かさずザーッとこう流すっていう、今ではね難しい話だと思うんですけど、当時はねやっぱり地方のローカルテレビって、その辺はうまくできたんでしょうね。だから一番最初の頃の映像とか全部あるんですね、ほとんど。なるほど。だから時間的にはかなり見たんですけれども、私が感じたのはもうその叩き上げって言葉は知ってたんですけども、小林さんのそのデビューした時からチャンピオンになるまでのご苦労って、なんかすごく思ってたのと違って、なんかこうもうポーンとこうチャンピオンにこうもうなるべくしてなったっていうのじゃない、もう本当にこうもう叩かれっていうのがすごいなっていうので、で局長もああいった形でピアノのああいうメロディーってもう当時としてはチャレンジなんですけれども、あそこのはもう本当に悩みましてね、いろんなラッパでやったりだとかギターでやったりだとか、シンセが出てきたりだとか、そんな時代でしたから、シンプルにピアノでメロディーで、確かにピアノですね、で勝負若いからできたんでしょうね。自分もなんかちょっとこう負けてたまるかじゃないですけれど、自然と小林さんがそういう、こうオーラを常に出してる方だったので、そういうのに触発されたというか、実はその1998年6月12日バージョンは先生が権利を持っている、ここでかけることができるんですね。大丈夫ですか先生？はい、ちょっとスクワットした勢いでちょっとかけて かかる、はい、あ、これまだもうこれ先生がね、ミックスしてすぐのバージョンですよ。これはそうですね、まだ誰の手もかかってないので、本当に全部弾いて合わせて、当時はねテープで曲を取って、ちょっとだけ弾いて取ってアナログのミキサーでね、ミックスをして、それでこれレコードになるとね、2トラックのものをダットっていうテープでレコード会社に3年渡して、マスタリングっていう作業を、して音を整えるんですけども、これはもう本当に木原さんの依頼があって、期間が定まっていたところを作って、演奏していいものを自分なりに納得できるなっていうところでミックスをした状態でもそのまま渡してますんで、そのまま武道館で、そう、生まれたてのほやほやみたいな。ですからまだ音をすごく調整をしてね、テレビで流したりカセットで聴いたり CD で聴いたりっていうそういう調整って最後するんですけど、それまだしてない状態ですのでね、その辺は不安はあったんですけれども、とにかくこの自分も本当に、届けたいっていうのがありまして、いいタイミングで本当に感謝でした。
だからこれで小林健太さんが小林健太としてこうどん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 上に行ったから、この日かかったこのバージョンが逆に幻になるわけです、うん、先生じゃあこの曲で気に入ったフレーズっていうか、まあ、全て気に入ってるからこう作ったんでしょうけど、ここ難しいんだよとか、ここ気に入ってるんだよ、フルサイズバージョンっていうのが、はい、まあ、一番今流れてる、これの前にギターがついてるやつですね。これが、まあ、通常 の構成でできてるんですけども、ね、はい、短いイントロがあって、まあ、メロディーがあって、はい、まあ、ギターソロがあって、サビソロがあって、ね、ギターソロがあって、はい、まあ、まあ、ある意味プロレスの曲っていうのは制限が、まあ、時間とかね、はい、選手が歩くストロークの制限があるんで、あんまり自分の自己満足で、そうですね、だらだらもうやるっていうのは、それはまあ当時ごはっとな時代だったから、まあ大体このくらいで小林さんリングに上がるかなとかっていうと、大体この構成って結構多いですね。メロディーとやっぱサビと、まあ、ギターソロとっていう意味では、もう多分もう一番私の中ではもう一番納得した完成形みたいなところで、メロディーも好きですし、サビに入るところ、それからギターソロ、ギターソロも結構ね、初期にやっぱ すごい苦しいですね、高いところでこう、はい、力を入れて弾かなきゃならない、もうすぐギターソロ入ります、はい、ここの入りもですね、はい、完全に音をまず取る、はい、ところまでいかないんですね。でここからもう一回綺麗にこう行こうっていう、同じフレーズ弾いてるんですけど、はい、これデモバージョンのところはうまくまだ弾き切れてなくて、なで、バックさんの CD のレコーディングのところで、まあ、弾き直し体操でいう着地がこうできて、9.98 みたいなところ、まあ、この中でも私なりにちょっと自分なりにちっちゃな戦いがこうあって、まあ、フルサイズバージョンっていうのが、まあ、ドラムをこう永井一郎先生に叩いていたので、はい、ツーバスですごい日本 のベストドラマに入った方なんですけども、その方とやったのがフルサイズバージョンなんですけども、フルサイズバージョンは一番最後 のメロディーの最後にギターが、まあ、もう一回入りますよ、ね、チーンが かぶって入るんですけど、ここら辺、ここですね、ここギター入りますね、ここですね、ここの場面ね、これがCD バージョンになって、フルサイズバージョンはギターが2本かぶせて入るんですけど、そこがやっぱり一番の、まあ、見せ場聞かせ場、このプロトには入ってないですもんね、最後。そうです。かといってね、プロトのところからあんまりこうやっぱり自分のこの好きなところをおかずをどんどん足していくっていうのがやっぱり今度自分の中でこの引き算をして、なるほど、やっぱり頃合いのいいところだけポイントだけこう入れてって、あくまで選手が主役になってくるん で実況の方の声が被るとぶつかっちゃったりするので、うん、そうですね、だからそこのところはぶつかんないところのものをこう、まあ、常にやっぱ考えてやってます、まあ、最近はねちょっとメディアとかいろんなものが変わってきたので、うん、まあ、アプローチもねもうこちらも変えていかなきゃならないっていうところはあるんですけれども、まあ、その辺はやっぱり注意して現場の空気感とそれから放送で使ったものと、まあ、もちろん一番ご本人がどういうふうに感じてらっしゃるかっていうのは常にこう気になってしまうというかね、すごい大変な部分になってくるのかなというふうに思います。小林さんどうですか。いやーでもあの曲にこう乗って今、うん、先生がその入場してくるのを、うん、ね、祈りながら心配しながら、うん、小林さん逆に今度自分は向かってくる当人じゃないですか、うん、あの曲に乗ってこうね、うん、歩く通路とかスイッチが入りますよね。ああなるほど、気持ちが、うん、気持ちがやっぱりまあ、ずっとこうその試合に出て行ってるのはやっぱりもっとガーッとでダーンと、もうだって入場するね、はい、入場する時にカッとこうリングに向かって突き進んでいくわけだから、はい、花道からその曲に乗ってね、うん、はい、だからもうあの曲は余計にこう自分の気持ちを盛り上げてくれる。例えば通路からリングに上がるね、うん、まあ15秒なのか20秒から30秒なのか分かんないですよ、その時の気持ちっていうのはもうどうなんですか。最初ほら前奏が流れるでしょ、はい、でその時にこうだんだん気持ちが高まっていって、
で変わるとこがあるじゃん、はい、曲がその時にガッとこう前へ進んでいける感じ、ピアノの伴奏でダン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 、あの辺はもう気持ちがだんだん高まってきて、もう曲が変わる時にガッといけるような、もうリングしか見えない感じ、そうだから、その曲とグランドソードと、はい、あの小橋コールがなんかもうセットになりますね、セットだから、はい、あの曲が流れただけなのに、はい、なんか小橋コールが聞こえる、はいはい、うん、錯覚なのか分かんないけども、なんか聞こえるような感じが、いやあれは本当にうまくね、こう混ざり合ってたんですね、そうコールと、うん、それが全てがグランドソードなのかなと、うんうん、普段も聞いたりするんですか？あのうん、俺は聞くよ、うん、そうするとやっぱり自分も上がりますか今、うん、こうレスラー小橋健太を引退した後も時々聞いたりするんですか、うん、あのだって自分のために作っていただいた曲なんだから、うんうん、やっぱりまあそれをやっぱりなんていうのかな、みんなにも俺を応援してくれたみんなにもやっぱり、うん、この曲を愛してほしいし、はいはい、落ち込んだ時にやっぱり力が欲しいなと思う時に使ってほしい曲、はい、やっぱりそれだけの力を持った曲だと思うんで、やっぱりみんなにはこう聞いてほしいなと。それで今度それをもとに先生が多分ノアさんになってから頭からギター弾いて、うん、だからこのスローバージョンとかっていうのがなんかこう、はい、なんかこうこう思いが入っていくっていうか、はい、だからそういうのがあったから、こう最初 の, その前奏から激しい音でこう入っていくグランドソードっていうのは、なんかすごくこの喜怒哀楽をすごく感じることができる曲なのかなと、うん、でもあの先生の曲があれば大丈夫ですよ、うん、元気になりますよね、まあ、あの曲はね、いや本当に、うん、あの喜怒哀楽っていうのを先生にリクエストした時に、まあこうも見事になんかこうそれを表現してくれて、うん、なんか本当に気に入った曲になったので、なんかその曲と一緒に歩んでいくことができたっていうのがやっぱり嬉しい、うん、ありがとうございます。これからも一緒にそれで歩いていきましょう。そうだね、うん、ああもう小林さん引退しちゃったんだの、その時のあの寂しさっていうのは、もう周りのファンの方とかもうみんな泣いてて、こう涙出てて、あこういうやつだしね、でおやつしながら小林小林って行くぞー、あー